とうございます。今日はですね、みんなにちょっとご報告がありますというか、夢のなんかこう扉を開く回みたいな感じで、すごい嬉しいことが起きました。何かというと、では発表します。ドゥン、土地が見つかりました。どういうこと？ What？ 土地が見つかったの。これで私多分いつでもキャンプができちゃうっていう。やばい、嬉しい。詳しくはちょっとこの後説明するんですけど、これで私はですね、いつでも自分の好きな時に、ああ緑が必要だな、自然の中に行きたいなと思ったら、いつでもちょっと私がね車を走らせれば、もういつでも自分のキャンプしていい場所があるっていう状態になりそうなんです。今日は土地をですね、ちょっと私は今部屋から出られない状態なので、地主の方とつないでくださるスタッフさんがね見つけてくれたんですよ。そう、それでその方とご挨拶、そしてその土地がどんな場所なのかっていうのをズームで、今ね現地にいるんですよ、スタッフさんが。だからその方とズームをつないで、どんな場所かちょっと見てみたいと思います。下調べしたいと思います。楽しみ。夢が現実になり始めてきたこの第一歩を皆さんともちょっと共有していきたいと思います。ズームつなげます。この辺から入ってきます。はい、いい感じでしょ。いいですね、この森を抜けていく感じ。さあこの、うわーすごいな、これはやばいな。なんか小屋が、これはやばいな。これですね、いいですね、はい、この作って、なんとすごい言ってた時は、はい、え、着いたんですか？ここの奥です。え、これ入るの？夏の間に伸びきってしまった雑草。2000坪ぐらいの土地。それすごくないですか？すごい広くないですか？だからこの2000坪をまずこの雑草刈り取るところから。結構大変ですね、はい、地主の、はい、飯野さん。飯野さんです。すごいですね。え、この土地は今まではどうやって使ってたんですか？いや、ここは誰も使ってなくて、うんうんうん、まあ、この空き家を持ってる方が、はい、まあ、いたんですけども、住んでないのでいい場所じゃんと思って、持ち主に交渉して借りたっていう。あ、行きますよ。はい、こっから土地が見えるんですね。どうでした？ちょっと待って。ちょっとジャングルみたいになってますけど今。こういう感じか。すごい。見えるかな？いいですね。いいでしょう。これ好きなだけ音も出せると。え？いいんですか？お、これ来た、ないですね。ここは。刈られてる。隣なんで見えます。ここはちょっと違う場所で、もうちゃんと刈られてるところで、これぐらいになるんですか、さっきの場所も。あ、もう行く。ちゃんと整備すればあります、はい。こうね、あっちまでずっと走ってみて、ぐーっとぐるーっと走ってみて、きれいに走ってよ。おー、行った行った。いや、めっちゃ広いじゃないですか。ありがとうございます。もうなんかすごすぎて感動というか、もうそこに行くのが楽しみすぎて、はい、次行った時ぜひお会いしたいです。はい、ぜひお待ちしてます。はい。ではでは。すごい、ありがとうございます。はい、すごくない？やばくない？え、あそこでキャンプできるっていうか、もうし放題だし、人も呼べ放題だし、もうあそこでできちゃうじゃん、フェスできるじゃん。やばいね。この今興奮状態にいるうちに、なんかどうしたいかみたいなのをちょっと絵に描こうと思います。さあ
あもう思いつくがままにやりたいことをここに今から書いていこうと思います。食べ物どうしようかな。とにかく私はねクレープが好きなんですよ。だからクレープ屋さんを呼びたい。なんかカレー食べたい。美味しいカレー。とりあえずこのままか、はい、ちょっと色付け色を塗っていて、じゃーん完成しました。まずはウェルカムボードみたいな、なんかこうちょっとこれタイトルはまだ未定なんだけど、素敵な名前のボードがなんかこう車でその街に入っていったらドーンってあるみたいな感じ。そしてステージ、なんかこういう三角屋根のステージがいいなと思ってます。あとはなんかこうバギーに乗って林道をねガーッとこう走れる、そんなアクティビティを作りたいなと。いやもういろいろ帰ったらあっという間に時間が過ぎちゃったんだけど、本当にいい感じだったので土地がもう私が想像していたより全然広かったし、飯野さんが何者なのかっていうのをねぜひお会いした時にいろいろ根掘り葉掘り聞きたいなって思ったぐらいなんだけど、飯野さんと一緒にあの土地をなんか盛り上げていって町全体も盛り上げたいっていうようなことをおっしゃってたので、私もその協力にもしこの企画がなるなら本当にやりたいなと思ったし、なんかのご縁だなと思うので全力で私も楽しんで人が集まる場所にできたらいいなと思います。こうやっていろんなねやりたいことができてきたので、もしよかったらみんなも一緒に楽しんでいきましょう。この自粛期間が明けたら行ってみたいなと思います。今後が楽しみだね。